アイスありがとうございます。こんにちは。疲れてないよ。かわいい。お疲れ。ありがとうございます。なんかここにいつも置いてある。あ、今日はカラコン入れました。 いつも置いてある机がなくて、そう、机がどっか行っちゃったので、ちょっと手持ちですいません。たったらーん、ショップに売ってる新しいアクリルスタンドゲット。イエーイ、ゲットしました。昨日から発売スタートだったけど、残り3つでしたね。まあ補充もあると思うけど、あれが今さっき見た時はあと3つ。ありがとうございます。もう結構ありそうな感じだったけどね。こんにちは。こんにちは、こんにちは。アイスありがとうございます。南原ちゃんじゃないよ。だって今日生配信やて。裏な、古民家の浴衣美人たちですので、南原ちゃんできません。南原ちゃんいつからやってんのやろ。あ、ちょうど今帰った。仕事終わった。お疲れ様です。お疲れ様です。みんな一日お疲れ様です。連休明けでしたが、きつかったですか？ストロベリーアイスありがとうございます。あ、マイク押さえてる。すいません。すいません。すいません。聞こえた？どっから聞こえてなかった？ストロベリーアイスありがとうございます。マイクの部分どこか知らへんけど、合ってる？マイクどこにあるんやろ、これ。ハートの独占権いつかしたい。ショップ行って売ってると思うよ、あやねの。どうやろう、あと3つでした。でも今日あやね公園出てへんから、南原に行ってる私のファンの方がいたら分からんけど、あやねのはあと3つでした。トマト、聞こえてはいたのか。すいません。そう、朝ちょっと配信できなくてすいません。間違えてました。朝だと思ってなくてすいません。しかもちょっとこの皆さん見づらいかもしれない時間になっちゃってすいません。アクスタ買った。ありがとうございます。ストロベリーありがとうございます。ニコニコやばい。 サーバー落ちてるよ。 YouTube です。今日は無料なので、ニコニコ入ってない方も YouTube で無料で見れるのでぜひ見てください。楽しみ。あ、買ったのはこの昨日から新しく出たアクリルスタンドです。これめっちゃ良くない？アイネ的にめっちゃ好きなんだけど、これ。しかもこのアクリルスタンド、この衣装も好きなんですよ。この衣装めっちゃ腕長く見えません？だから大好き。めっちゃ発光してるけどこれ。 この白青衣装の生写真めっちゃ来年発光してない？びっくりするぐらい発光してた。 ストロベリーアイスありがとうございます。うわ、アクスタ買いました。ありがとうございます。嬉しい。みんな大好き無料です。そう、みんな無料なので、今ここの配信を見てる方 NLB のことを知らないよって方も、裏ナンバちゃんと調べてぜひ見てください。なんかめっちゃ顔黄色くない？今日。ストロベリーアイスありがとうございます。動く等身大アクスタ。 動いたっすね。アクスタでもないけど、でか、157センチですよ。あ、27出た？千秋楽出れんのか。 出れる。そう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 、そうや。ついさっきアイネも知りました。30分40分前ぐらいアイネも知りました。 全然来おへんやん、やばい。もしかしてファニーの方が先発表されるパターンとか思ったら、よかった。30分前ぐらいにアイネたちも知りました。よかった。千秋楽
昼夜メンバー違うのでね、昼はあやみちゃんとれんよちゃんの千秋楽で、夜は全員の千秋楽です。よかった、ほんまヒヤヒヤした、出られへんのちゃうかなって。急にさ21出るからさ、ごめんねってことなんかでもちょっとヒヤヒヤしてました。ちょっと組み立てたいと思います。片手で組み立てるのむずいな。27千秋楽出ます。主題交代陣屋公演の千秋楽、ぜひ見に来てください。本当に最後だよ、昼夜です。本当に最後だよ、楽しいね。片手で頑張って組み立ててます。トマト食べちゃった全部。ストロベリーアイスありがとうございます。楽しみすぎる、ぜひ見てください。千秋楽どっちも出ます。よかった出れて、ぜひ見てください。寂しいね、最後です。ちょっとなんか机が撤去されてて、机スマホ置けなくてさ。ストロベリーアイスありがとうございます。申し込みます、ありがとうございます。絶対泣くよ千秋楽のタンポポなんて。組み立てナウです、ここかなあな。んいけてる、あ待って、これあれかな、もしかして、あちょ全員かピンクなん、 M のピンクってこと、これ下が非ピンクの表柄なん、分かれへん。他の方の、他のチームの方のアクスタ買った方はこの下の表柄何色でした。できました、え、めっちゃ可愛い、めっちゃ好きやわね。これ身長高い人、これ頭超えんのかな。可愛い、じゃーん、可愛い、え、めっちゃ可愛いないあれはめっちゃ好きです、これ可愛い。1300円、ぜひゲットしてくださいね、このアクリルスタンドも。ストロベリーアイスありがとうございます。バブルありがとうございます。涙作っておきます、水分取りまくったらアンコール前にちょっと行かなあかん、トイレ倍率高そう。そうね、でも昼夜やからみんな入れたらいいな。ストロベリーアイスありがとうございます。告白の空砲公園千秋楽行ったんや、すごい、入ったことあるよ告白の空砲公園。アクスタ機能ゲットした、ありがとうございます。ストロベリーアイスありがとうございます。星になっちゃってる、なんやろう星や、じゃん、かわいい、ミントありがとうございます。ストロベリーミッランキングただいま1位、ありがとうございます。21日までです。ストロベリーアイスにコーンがついてるやつを集めてるので、ぜひそれを投げてくださると嬉しいです。アクスタ機能買った、ありがとうございます。お取り置きねしたいよね。ストロベリーアイスありがとうございます。タラララタラーン、タラララーン、え、めっちゃ可愛い。ここの色って M のピンクなんですかね。他に買った方いたら教えてほしいな。ストロベリーアイスありがとうございます。配信見るね、ありがとうございます。そう、20時半から YouTube で生配信ですので、ぜひ見てくださると嬉しいです。ストロベリーアイスありがとうございます。今日はこのピンクのワンピース着てきました。髪の毛どうしよっかな。好き、このアクスタ漏れててよかった、漏れてます、よかった。すごい、これめっちゃ可愛い、お得感あるよね。そうそう、
お得感あるよね。だっていつものアクリルキーホルダーと200円しか変わらないけど、これだけあったのが周りがついてくるんですよ。お得感ありますよね。ストロベリーアイスありがとうございます。ストロベリーアイスありがとうございます。ミントありがとうございます。あー思った、グッドスプーンの時みたいだよね。グッドスプーンの時どんなやったっけ、なんかくり抜く感じやったっけ確か。あれも可愛かったよね。ねオンラインでも売ってほしいね、これ大好評につきとか売ってほしいな。みんな言ったら販売されるかも。ストロベリーアイ高めのツインできないよ髪短いからできないのよ。それ高めツインやりたかったよね。やってから切りたかったけど切っちゃった。全然髪が足りないんですよね。中はもっと短くなってるからさ、あの軽くなるように。ストロベリーアイスありがとうございます。ポリ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 。グッドスプーン行きたいですね。普通にめっちゃ好き、チーズ大好きやからグッドスプーン食べに行きたい。めっちゃコラボもやけどさ、普通に行きたい。なんかめっちゃ血色悪ないあれね。なんでこんな血色悪いんや、顔黄色いし。電球の問題、なんか唇色ないし顔黄色いし。ストロベリーアイスありがとうございます。なんか顔黄色くない？ストロベリーアイスありがとうございます。ローストビーフ丼にチーズソースとかあるの？うえー絶対美味しい。今年もやってほしいね。あでも行きたい。散財チャポチャポのパンパンめっちゃ美味しかったよね。でもコラボメニュー美味しかった。部屋のライトのせいかな。ヨシミンが自分が着るときに好きな服装ってふわふわ系ですか？ふわふわ系、ふわふわ系とかあのあれフレンチガーリー系が好きだな。好きです。ナイスクラップとか好き、イングとかグレイルとか。最近大人っぽいのもハマってるけど、やっぱりふわ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 かわいいフレンチガーリー系が好きです。そうこれとかめっちゃ超タイプ。ほんのりほんのりひらひらとかほんのりフリフリが好きなんだよね。フリフリも好きだけどほんのりフリフリみたいな、ここだけがフリフリになってるとか、あのここだけがここがフリフリになってるんだけどちょびっとほんのりフリフリが好きです伝わるかしらね。そうそう出演者の共通点よく分かんなくて、同い年かと思ったらあれだけ、あれ一人だけなんですよ。一人だけ2個下なの。しかもちょっとみんな先輩方なんだよねね、どういうメンツなのか分かんないけど嬉しいですね。ダブルセンターの皆様とびっくりした。まあレイさんとグッドスプーンペペロンチーノあるかな。フワちゃん系ちゃうちゃうちゃうフワちゃん系やばい。ディズリーさがっつりフリフリだよね。来たことないけど あるかな分からへん。でもがっつりフリフリ系いいよね。ディズリーさんのセットアップめっちゃ流行ってたよね。ストロベリーアイスありがとうございます。ハートありがとうございます。
そう、ダブルセンター様と。そうなの。え、虫食べは絶対嫌絶対嫌。最年少やからって言われても絶対食べません。やだやだ。ストロベリーアイスありがとうございます。最近何かと忙しいよ、市民にみんなでパワーを何かと忙しいの。そうなの。今週だけね、あのいつもスケジュール帳みたいな、家族で共有できるスケジュール帳にの予定入れてるんだけど、今週だけめっちゃうめうめなの。来週とか先週とかスカスカなのに、今週だけ超うめうめになって、もうめっちゃ真っ赤っか、赤じゃないけど真っ赤っかみたいになってる。学校もエネルギーも忙しくて、まあ、でも今週乗り越えたら夏休みだからね。りーちゃんにいっぱい甘えるんだよ。あや、甘えるよ甘えます。ストロベリーアイスありがとうございます。カラコンもう入れてます。今日もうね、忘れちゃダメだと思って入れてきた。このカラコンがあれはもう運命カラコンと言っていいほど運命の出会いをしちゃいました最近カラコンでいろいろなんか遊んでて、がっつり茶色だったり、めっちゃちょっとでっかいクリクロって感じのやつとかいろいろつけたりしてたんだけど、やっぱりこれが一番好きですね。そう、でもいろんなカラコン買って、最近もう本当に TikTok とか、カラコンの TikTok しか見てないくらいずっとカラコン探してるんだよね。ストロベリーアイスありがとうございます。似合うやつ探したいと思います。課題も頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。カラコンインクできないのさ。インクできないの。カラコンインク。おすすめのカラコン。これ、姉が今つけてるのは、チューズミーのなんとか、なんとかグレー、どう、ん、違うな、なんとかグレーチューズミーの箱が灰色のやつ 15.5 着色直径 15.5 箱が灰色のやつ、なんたらグレー覚えてないんかいってね。なんとかグレーです。ですです。グレーっていう名前だけど、めっちゃ茶色だから好きです。グレーカラコン、イエベだから似合わないんだけど、めっちゃこれ茶色だから、好き。パチパチ、拍手ありがとうございます。何の拍手ああ。箱がグレーです。なんたらグレー申し訳ない、なんたらグレーです。なんだっけ、本当に思い出せない。え、グレーじゃないわ、ムードグレーじゃないの、キマグレーじゃないのムードグレージ、それ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 、ムードグレージだ、それそれ、なんとかグレーじゃなかったなんとかグレーじゃなかった、キマグレーでもなかった物忘れ最近ひどいんだよね。ムードグレージュでした、失礼しましたグレーどころかグレージュでした。ムードグレージュめっちゃ好き、 15.5 です。着色直径、視力は裸眼で 0.1 あるかないかくらい。レイさん物忘れしてるのそうなの、あんま感じたことなかった。お疲れ様ありがとうございます。ストロベリーアイスありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。火曜日ハートありがとうございます。
ストロベリーアイスありがとうございます。明日は夜します。はい、明日は夜ショールームしますので、よかったら来てください。明日できるかな。明日この前できん、来週の方がいいかな。あ、ちょっと待って、あとまたお知らせします。7月の誕生日会、すいません。明日夜ショールームしますので遊びに来てください。では誕生日したいと思います。ちょっと短めですがすいません。13位ムーチョさん、ありがとうございます。12位サクチャンマンさん、ありがとうございます。11位ゆめゆめさん、ありがとうございます。10位センキューさん、ありがとうございます。9位ヤシくん、ありがとうございます。8位ヒドちゃん、ありがとうございます。7位アツシさん、ありがとうございます。6位ウーカメインの箱石さん、ありがとうございます。5位ダツマキさん、ありがとうございます。4位、マミちゃん、ありがとうございます。そして3位はテケ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 テン、ケンティさんでした。ありがとうございます。パチ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 。2位はテケ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 テン、ハルさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ちょっと叩くところが。そして1位はテケ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 テン、ヤスさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。手持ちでちょっとブレもあってすいません。20時半から YouTube で無料です。無料の YouTube で浴衣美人たちみたいな、古民家の浴衣美人たちの配信ぜひ見てください。コメント待ってます。よしみーって言ってください。よしみーってはい、頑張ります。面白いこと言えるか分かんないですが頑張ります。ではまた YouTube でお会いしましょう。次の配信も来てくれるかな。またねー。